こんにちは、あなたの理想不動産です。今日皆さんにお届けするのは、久々の駅徒歩0秒という超絶好条件のお部屋。か、もう、駅徒歩0分の割に、お家賃控えめ、となると問題は、そもそもどの駅が最寄りなのということですが。はい、出ました。東西線落合駅です。今回、目的地があまりに駅から近すぎるので、まずは駅周辺に何があるのかを確認するために、ぐるっと散策してみましょう。ついでに落合駅の家賃相場もお知らせしちゃいますね。はいどん。高からず、安からず。まあこんなもんかなという相場じゃないでしょうか。学生さんだと少し高いと感じるかもしれませんね。最寄り駅が落合駅と聞いて、うわ、東西線かよ、ないわと思った方、結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。確かに東西線といえば、定席のラッシュ時をはじめ、非常に混み合うことで有名ですからね。あの混雑ぶりが嫌で、東西線沿線に住むのは避ける、という方もいらっしゃいますよ。ですがここで一つ、聞いてほしいことがあります。実はこの落合駅、東西線の中では、1、2を争うほど乗降人数が少ないんです。落合駅は、非常に混み合う東西線の中では、比較的空いている駅なんです。どうでしょう、落合駅の魅力、少しは伝わったでしょうか。伝わったと信じます。そういえば先日、インスタで、こんなご質問をいただきました。6月に引っ越しを考えているのですが、一体いつ頃から動き始めるのがいいんでしょうか。6月に引っ越しをする場合、いつ頃から物件探しをスタートさせるといいのか、というご質問ですね。6月は不動産業界が閑散期だから、費用を抑えたい方にはおすすめの時期です。ぜひとも6月の引っ越しを成功させていただきたい。なのでお答えしましょう。物件探しは、4月上旬から中旬にスタートさせるべきです。つまり、現時点ですでに、物件探しを始めていた方がいいですし、まだ始めていなかった場合は、一刻も早く始めてください。というのも、物件探しを始めるタイミングは、入居したい時期から1ヶ月半から2ヶ月ほど前が目安なんですよ。引っ越しには、新居の契約、現住居の解約、引っ越しの手配、インフラの手配など、やることが目白押しですから、早め早めの行動が大切です。まあ、そう言いつつも、私自身はギリギリでバタバタするタイプなんですけどね。他にもお引っ越しについてのご相談をしたい方は、インスタからお問い合わせください。全力でお答えします。というわけで、駅前に戻ってきました。こちらが落合駅、徒歩0秒の激レア物件。流線形のスタイリッシュなフォルムが、かっこいいですよね。まさかこれがマンションだったとは、と思った方も多いのではないでしょうか。1階にはセブンイレブン、2階には星のコーヒー店が入っていて、すぐ近くには和食レストランの夢庵と、ツルハドラッグがあります。それではマンション内に入ってみましょう。壁が打ちっぱなしコンクリート。もしかしてこのマンション、デザイナーズか？オートロックを抜けると、おびただしい数の郵便受けと宅配ボックスがありました。打ちっぱなしコンクリートで囲まれた、共用廊下を抜けて、本日お伺いするのが、こちらのお部屋です。それじゃあ早速行ってみましょう。あなたの理想不動産。いざ、入室。フラットタイプの玄関の先にあるのは、まさかの階段。なのでこの先、どんなお部屋が待ち構えているのか、全くわかりません。とりあえずは玄関周りを見ていきましょう。まず、右手にある扉を開けてみます。こちらはシューズラックでした。二人暮らしの方でも、問題なさそうなぐらいの収納力。玄関を上がっていざ階段、と行きたいところですが、その前に扉が一枚あったので開けてみます。清潔感漂う白基調の水回りが現れました。手前にあるのが洗面台。大きなカウンター付きの収納棚の上に洗面器がちょこんと置かれている、いわゆる置き型の洗面台です。棚の中の収納力はこんな感じ。パイプの自己主張が激しいですが、
幸い収納空間自体が広いので、水回り用品はすべてここに収めることができるはず。洗面台の向かいの壁には、メタルラックが取り付けられていました。ここにタオル類を置くのかな？洗面台の隣にはタンクレストイレ。もちろん温水洗浄便座付きです。ペーパーホルダーが風呂場のガラス窓に取り付けられていて、宙に浮いているみたいです。なぜここに付けたし。それでは、スケスケなので、ほぼ中身が見えてしまっている。お風呂場に潜入します。このお風呂場、なんか違和感があるなと思ったら、鏡がない。でもそれを除けば、浴槽洗い場ともに広くて、ゆっくりくつろげそうです。ちなみにこちらのお風呂場、2面ガラス張りになっていて、湯船に浸かるとこんな景色を楽しむこともできますよ。まあ、今はブラインドがかかっていて、何が何やらちょっとよくわかんないですけど、逆に、外からの視線が気になる方は、このようにお風呂場のブラインドを下ろすことも可能です。ブラインドを下ろすと一気に狭く感じるなぁ。恐るべし、視覚効果。それでは階段を降りて、下のフロアに行ってみましょう。お引っ越しはあなたの理想不動産で。なんじゃこらぁ。至るところにパイプが剥き出し、一応こちら、7.7 畳のリビングらしいんですけど、打ちっぱなしコンクリートに、剥き出しのパイプ多数のため、配管工の作業場感が漂っていますね。水回りの真下ががっぽり開いていますが、あそこは物置として活用すればいいのかな？あるいは、ベッドを置くとか？いやいや、さすがにあそこに、ベッドを置く人はいないか。ガバッと起きたら思い切り、頭を上の壁にぶつけちゃいそうですもんね。ただ、あそこにベッドを置けば、その分リビングは広く使えるわけで、リビングを極限まで広く使いたい、という方は、水回りの真下で寝起きするという選択肢も、ありかもしれません。まあ、あんまりやらないと思いますけど、リビングの窓が一枚一枚大きいのが、このお部屋の大きな特徴ですね。西向きのお部屋なので、天気がいい日は西日の入りがすごそうです。果たしてこの窓からどんな景色が拝めるのか、確かめるために、ブラインドを全部上げてみました。周りが住宅街のおかげで、背の高い建物がほとんどなく、空が広くていいですね。晴れていたらもっと良かったです。全くなんでこんな日に曇りなのか、悔しいです。リビングのコンセントは、階段を降りた先にありました。テレビコンセントもついています。おそらく物置として活用されるであろうスペースも見ていきましょう。よく見るとカーテンで隠せるようになっていました。ここにカーテンをかけたら、作業場感は少し和らぐかな？このカーテンエリアを丸ごと収納として利用できると考えると、なかなか凄まじい収納力だ。奥の配管が詰まったところに、コンセントを発見。こんなところのコンセント、一体何に使えばいいんだろう。そして物置エリアの手前に鎮座しているのが、霧ヶ峰の置き型エアコン。あれ、ということは、この部屋にエアコンが2台あることになるのか。たった 7.7 畳のお部屋なのに、なんでエアコンが2台も必要なんだ？しかもこの2つ、めちゃくちゃ近距離に置かれているじゃないですか。これって意味あるの？謎すぎる。置き型エアコンの近くに、人一人が隠れられそうなぐらいの物置がありました。このお部屋、収納力すごいんだよな。このパイプはどうしてここまで伸びているのかしら。せっかくなので、この物置に隠れてみることにしました。ほら、大の大人がすっぽり、あと一人分はいけそうですね。この物置もカーテンで隠すことが可能です。このお部屋には、かくれんぼ向きのスポットがたくさんあるなぁ。リビングからキッチンへの通路の途中に、モニター付きインターホンと。これは、なんだ？床暖房だ。すごいなこの部屋。エアコン2台に床暖房までついているのか。階段を上がった先に現れたのが、キッチンです。手前にあるのが冷蔵庫置き場ですね。大きめのシンクに2口のガスコンロ。作業スペースはちょい狭め。まな板は縦にして使うことになるのかな。
コンロの下にはグリルがついて、フロアキャビネットはそれぞれこんな感じ。これに2段のウォールキャビネットもあるので、調理器具の収納には困らずに、済むのではないでしょうか。キッチンの右下にもコンセントを発見。後ろを振り返ると、このような景色が広がっています。相変わらずいい眺めだな。あら、こんなところにも、置き型エアコンがあるじゃありませんか。すごいなこの部屋、エアコンまみれだ。壁には給湯器リモコンと。出ましたこちらは、キッチン用の床暖房です。徹底しているなぁ。その隣には何やら扉があったので、開けてみます。するとそこにあったのが、洗濯機置き場。洗濯機置き場が部屋の一番奥にあるんだ。こりゃあ引っ越し業者さん大変だぞ。私が引っ越し業者だったら泣いちゃう。いや、この部屋の場合、意外と最初の下りの階段が大変なだけで、そこを乗り越えられればなんとかなるか。全言撤回、泣きません。おや、洗濯機置き場の上に何やら、両開きの扉があるぞ。開けちゃえ。いや、収納できるの片側だけかーい。だったらあえて両開きにしなくても、と思ってしまう私は、効率中なんでしょうか。洗濯機置き場の右隣には、何やら重々しい扉があって、そこにブラインドがかけられています。なんだここ。ひとまずブラインドを開けて、と。あ、ここバルコニーなのか。かなり狭いので、特に何ができるというわけではありません。ただ、お部屋の窓が、オフィスビル並みのデカさのため、すべてフィックス窓になっていて、空気の入れ替えができないんですよね。なので外の風に当たりたくなったら、こちらのバルコニーを使うことになります。奥は非常扉ですね。手すりの上をよく見ると、なんか剣山が取り付けられてるなぁ。これは一体、落下防止。いや、違う。これはきっと鳩よけの剣山だ。さすがの鳩もこんな手すりには、近寄りたくないよなぁ。最後にバルコニーから見える眺めをお届けします。と言っても見える景色は、さほど変わらないんですけどね。本日お伺いしたのは、落合駅徒歩0分の激レア物件です。間取り図がこちら。駅徒歩0分のマンションでこの家賃は、かなり破格なのではないでしょうか。しかもインターネット無料です。東西線のほか、都営大江戸線と総武、中央観光線も利用可能なので、交通の便はかなり恵まれていると思いますよ。駅徒歩0分物件に住んで、出社ギリギリまでダミンを貪りたい、という方は、チャンネル登録、グッドボタンをお願いします。今すぐにでも引っ越したくなるような有料物件は、あなたの理想不動産インスタグラムで紹介してるので、チェックしてみてください。オンラインでお引っ越しが完結する、あなたの理想不動産、公式 LINE は、概要欄から追加できます。通常の内見やネットには出回らない、超穴場物件のご案内も可能ですので、ぜひお問い合わせください。ではまた次回のルームツアー動画で、お会いしましょう。